おはようございます。広島、今日も雨でございます。最近雨が多いんですよね。 2,3 日前1回、カラッと晴れたんですけども、今日も雨ですね。皆さんの地区はいかがでしょうか。さあ、トイレットペーパーの品切れが未だに起きてますね。単なるデマだということは安倍総理もお話しされてますし、メディアでもね、どんどんテレビの方で放映してるんですよ。それから YouTube でね、私みたいなのが喋ったりとか、ブログにもいっぱい書いてます。これはデマですよと。でもなんでトイレットペーパー相変わらずないんでしょうか。普段の流通量の倍を出してるわけなんですよ。だから皆さんが意識しなければ、特にね、トイレットペーパー山積みのまんま放置されてるんですよね。なんでこんなになくなっちゃうんでしょうか。で、デマを流した人が悪いんでしょうか。デマを真に受けて買いに走る人が悪いんでしょうか。まあこれはね、誰が悪いとかいうよりも、なんでそうなるのかな、何が悪いのかなって考えた方がいいと思うんですよ。これはですね、やっぱりね、私たちは気持ちがそれほど人の意見に左右されてるってことなんだと思うんですよ。そこなんですよね。自分の内側に問いかけてみると、そんなことが起こらないってわかるんですけども、下手に人に相談したり下手に情報を取ったりするから、それに揺さぶられちゃうんですよね。で、私たちは自分で決めて自分で行動すると、100人の人の意見に左右されないような、そういうマインドを持っていく必要があるんではないかなと思います。さあ、それですね、昨日なんですけども、インドで日本のビザが取り消しになったというニュースがありました。これもこの一行だけ見るとちょっとびっくりしますよね。もう日本人としてはインドに行けなくなっちゃうのみたいな気がしますよね。でもこれも思い込みなんですよ。そうではないんですよ。現時点でインドの方に来ていらっしゃる方はもう何もないですよってことなんですよね。これからインドに行こうと思ってビザを取った方は、もう一回ビザを取り直させてくださいってことなんですよ。というのが、まあ例の件ですよね。皆さんもご存知の、入国にもう一回 OK は出したんだけども、もう一回チェックさせてくださいっていう意味で、ビザは一旦取り消しですよと。もう一回ビザを申請してくださいってことなんですよ。その時に多分体温チェックしたりとか体調チェックしたりとかして、 あなた全然問題ないですね、どうぞどうぞっていう風になると思うんですよ。こういった形で思い込みで判断するんではなくて、もう一歩踏み込んでね、自分で考えてみるといいんじゃないかなと思います。大体ですね、多数派が間違えてるっていうのは多くの方がご存知だと思うんですよ。多数派が間違えた時に、その間違えた選択を取ってもみんなが間違えたから、お互いに、ね、許し合っちゃうっていうところがありますよね。でも少数派が間違えた時ってすごく怒られるんですよ。それが怖いんですよね。でもやっぱり時代を切り開くのはいつも多数派ではなくて少数派なんですよね。少数派が人の批判を恐れずに突っ込んでくれて、そして黄金を掴んでくれるからこそ、私たちはおこぼれに預かれるというね、アーリーアダプターとね、レイトマジョリティっていう関係なんですけども、皆さんもね、強く意識するところなんではないでしょうか。ちなみにですね、今世界中で流行ってる、例の、なんとかかんとかってやつですね。私はね、言葉を選ばずに言わせていただくと、全く気にすることがないと思います。まあもちろんね、お亡くなりになった方がいるんで、軽んじることはできません。侮ることはできませんけども、でも、もうちょっと意識しすぎっていうかね、経済活動をこれほど止めるまでには、恐れるものではないです。このままだと、貧困が私たちを殺します。経済が私たちを殺してしまいます。すでに収入が途絶えて、借金が始まった方、いるんじゃないですかね。そちらの方が、その貧困の方がですね、ウイルスより怖いですよ。貧困って移りますからね。貧困っていうのは、家族にも移ります。親戚にも移ります。地域をダメにします。ひいては国をダメにするんですよ。もう一回しっかりと考えていきたいなと思う今日この頃でございました。それでは雨の広島から久保哲郎速稼塾がお届けしました。いってらっしゃい。